観光振興のための財源を確保しようと道が導入を検討しているいわゆる宿泊税について今日から自治体への説明会が始まりました道の宿泊税は観光振興の財源確保を目的としホテルなどの宿泊料金に課税することを検討しています道の税率案は宿泊料金が2万円未満は100円2万円以上5万円未満で200円 5万円以上は500円としています。銅が宿泊税についての地域別に説明会を行うのは初めてで、今日は石狩管内の市町村担当者に向けて説明が行われました。午後からは事業者に向けての説明会が行われます。